ちょっと今からでも間に合うかな、クラファン。で、クラウドファンディングすると多分ここが広告枠なんですよ。ここにちょっと砂ザメ実況載せないと私も。これ今、まだ広告募集してるかな、ここ。ここまだ広告募集してるかな。明日からきっとあげるよ、みんな。高田村と貧困崩壊と、なんだっけ、飛びユニと、あとトップ4と。レトさん、レトさんあげそう。あ、ポンズ、ポンズ、ちょっと砂ザメも、アメリ、おい、あの野郎、くぅ、どこが平均なんじゃ、一歩抜け出したじゃん。あら、アメリさんの、ポンズ野郎からのアベレージ。ちょっと、何この2連コンボ。実はクラウドファンディングしてました。あんやろ。ちょっとアベレージさん、平均とか言いながらもう先んじてるじゃないですか。びっくりしちゃった。ちょっとポンズ野郎さん出てきて。あれ?つって。あ、来たポンズ、じゃあ、クールポンズ野郎からの、クールきっとクールポンズ野郎からのからのあ、ちょっと、暴走車、ちょっと気になる。ちょっとポンズくん、あ、来たあ、ダメだ、暴走車も気になるし、ちょっとアベレージさんもすげえ気になっちゃう。すあ、終わった。何これ、あ、で、ってことは次、ミヤちゃんみかん。ミヤちゃんみかんのその1。あの人物がないバージョン、みやちゃんみかんの人物がないバージョンからのみやちゃんみかんのみやちゃんが映ってるバージョン。みやちゃんっていうか分かんないけど、あの女性がなんかみやちゃん。あ、ダメだ、全然集中できなかった。根元に、いや、でもなんかちゃんとそういうところに情報にアンテナ立ててさ、なんかこういう仕込みができるのってすげえなー。なんかポンズ野郎さんとアベリさんすげえ普通になんか感心しちゃうわ。なんかこう基本的になんかこうなんか面白いことやっちゃおっかなみたいな感じのことをできる人ってやっぱ個人的にめっちゃ好きだからさ、なんだろう。で、今からやっても多分ポンズ野郎さんとかアベリさんの真似になっちゃうわけじゃん。じゃなくってこう一番最初になんかそういう、あ、これってなんか面白いことできそうみたいなことに気がついて、で、なんかみんな笑ってくれるかなみたいな、そういう仕込みをさ、その自分で考えてなんか気づけてなんかやる人って私めっちゃ好きだからさ、好きだし、やっぱ自分もそういうことしたいって思っちゃうので、自分もなんかそういう面白仕込みしたいって思っちゃうタイプだからさ、だからそのジェラシーでもあり、普通にすごいっていう関心でもありっていう感じが。ポンズ野郎さんとアベリさんすげえなと思っちゃった。すごいし、なんか自分もそうでありたいなっていう。根元の方にせい。いいね。